2023年下半期新店舗特集。今日はカフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが最近オープンした素敵なカフェをご案内します。皆さんが気になるカフェに出会えますように。最初のお店は9月7日オープン、人気パンケーキ店チャカから独立した店主が営むホアン。お店は当日空きがあれば来店可能ですが、基本はオンラインでの事前予約制です。定番のパンケーキの他に毎月変わる限定パンケーキがあります。カウンター席は特等席で、こんな感じでパンケーキを焼く様子を見ることができます。注文を受けてから材料を配合し、一枚一枚丁寧に焼き上げています。ドリンクを注文すると季節のポタージュがついてきます。プレーンももちろん美味しいですが、旬の食材を使用した季節限定パンケーキも可愛くておすすめです。パンケーキの上に乗ったバターがハート型だったり、雪だるまの形をしていたり、とにかく可愛いです。パンケーキは焼きたてなので、切るとほわんと湯気が上がります。生地はふわふわ、柔らかくて優しい味わいのパンケーキです。添えられたトッピングはどれもこだわっていてとっても美味しいですが、まずは生地だけで味わってみてください。続いては10月20日に新商業施設自由が丘デュアオーネにオープンしたサンマルクグループが手掛ける新業態、ディストレット&クロワッサンラボラトリオをご紹介します。焼きたてのクロワッサンと本格的なカフェラテで香りを味わうカフェ&ベーカリーです。お食事系、スイーツ系の両方のクロワッサンがいただけます。席は店内とテラス席合わせて50席ほどあります。注文は席から QR コードを読み取って注文するモバイルオーダー制です。お食事系のクロワッサンも気になっていたんですが、今回はスイーツ系2種類を注文しました。カスタード&アプリコット、ピスタチオ、ホットカフェラテです。北海道産北の香りの全粒粉を含む3種類の小麦や厳選したバターを使用したクロワッサン、店頭で焼き上げているためいつでも焼きたて食感を楽しむことができます。カスタードの甘みとアプリコットのほのかな酸味が感じられるカスタード&アプリコットも、ピスタチオクリームとローストピスタチオ、ピスタチオを存分に味わえるピスタチオクロワッサンもどちらも美味しかったです。続いてのお店は厚焼きホットケーキと自家焙煎コーヒーの喫茶店ペドラプランカ。2021年に喫茶店を閉店しテイクアウト店として移転しましたが、今回喫茶店が復活しました。私たちも大好きなお店なので喫茶店の復活とっても嬉しいです。イートインメニューのほか、テイクアウト用に考案されたホットケーキペドラ焼きも購入可能です。厚焼きホットケーキなので焼き上がりまで2、30分待ちます。こちらがイートインメニューの米粉プレーンの焼きたてホットケーキとドリンクセットです。
米粉のホットケーキは新潟県産の米粉を 100% 使用し、ベーキングパウダー不使用の完全無添加グルテンフリーです。焼きたてなので熱々、外はサクッと、中はふわふわしっとり、相変わらず絶品のホットケーキでした。続いては JR 御茶ノ水駅構内の商業施設、エキュートエディション御茶ノ水内にオープンしたパスコが運営する店内小製のパンとスープのお店、プラスプレのご紹介です。イートインメニューが多い鎌倉本店とは対照的にテイクアウトメニューが充実しています。旬の食材をギュッと詰め込んだスープも人気メニューです。レギュラーメニューのほか、いろいろなパンの種類が楽しめるモーニングメニューもあります。電源完備のイートインスペースもあり、使い勝手の良さそうなカフェです。今回注文したのはプレスプレセット。プレスプレセットは食感の違う4種類のトーストと選べるスープ、バターやジャムがセットになったメニューです。選べるスープはトカチマッシュルームとキノコのポタージュにしました。他にもお店おすすめのいろいろなパンを注文しました。ブリオッシュ生地の中に生クリームを合わせた自家製カスタードを入れたブリュレクリームパンや、チョコとヘーゼルナッツをトッピングしたパンの中にチョコカスタードを入れたコロネ、鎌倉ハム富岡商会の熟成粗挽きソーセージを乗せたパンなど、美味しいパンをテイクアウトできるのも魅力です。続いては2023年10月に開業した虎ノ門ヒルズステーションタワー。今回は地下2階の飲食物販エリア、ティーマーケットをご紹介します。約3000平方メートルの巨大なスペースに27店舗の多彩な店舗が集結しています。各店舗の商品を少しずつ楽しんだり、手土産の購入などに最適です。夜はそれぞれのお店の予約可能なレストラン席になり、注文からサーブまでフルサービスで対応してくれます。今回はその中でも2店舗をご紹介します。まずは恵比寿で大人気のタルト専門店、アムストラムグラム。もう一つはミシュラン星獲得店タクボが手掛けるドルチェタクボカフェ。代官山でもおなじみの焼き菓子が一部リニューアルして登場するほか、イートイン限定のドルチェやドリンク、新たに開発したソフトクリームなどが提供されています。アムストラムグラムではいちごのタルトとコーヒーを注文。甘酸っぱいいちごとカスタードクリーム、シンプルだけど最強の組み合わせです。虎ノ門の虎にかけてタイガーストライプ生地を使った店舗限定タルトも販売されています。ドルチェタクボカフェではカスタードシュークリームとハウスメイドレモネードを注文。シューの中にはこだわりの卵と生クリームをふんだんに使用した濃厚なカスタードクリームがたっぷり入ってました。続いてはファッションウェブマガジンが運営するカフェ、8月にオープンしたヒアカムズザさんのご紹介です。落ち着いた色合いの店内はおしゃれで洗練された雰囲気です。メニューはパンケーキが中心、お食事系とスイーツ系があり、トッピングも自由に選べます。今回はベイビーパンケーキに無添加のバニラアイスをトッピングしました。ベイビーパンケーキはお子様限定メニューですが、14時から17時は大人も注文可能です。北海道産の小麦粉ルルロッソを使用したオリジナルパンケーキミックスをグリドルで丁寧に焼いたパンケーキ、しっとりもっちりとした食感が美味しかったです。
最後は軽井沢発のベーカリーレストラン沢村の新業態ベーカリーラウンジ沢村中目黒店をご紹介します。ベーカリーでありながらホテルのラウンジのような和やかな空間では、毎朝工房から届くパン、鮮やかなブランチプレート、バリスタが入れるコーヒーが楽しめます。お店にはペット同伴可能なテラス席も併設されています。この日いただいたのはシナモンアップルパイとイングリッシュブレンド、沢村ロースタリーブレンドです。新鮮なリンゴをパイに詰めてシナモンクランブルと一緒に焼き上げたアップルパイ、他にもサンドイッチやプリン、ドーナツなど幅広くパンやスイーツが楽しめるお店です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年下半期の新店舗はいかがでしたか？今年も1年本当にお疲れ様でした。次は来年の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、良いお年を。